毎日くまこ。みんなおはくま。本日5月24日はメリーさんの羊が発刊された日。くま、1830年の今日、メリーさんの羊が発刊されたくま。このメリーさんの羊はアメリカで大人気となり、メロディーをつけた童謡として広まっていったくまね。エジソンが発明した蓄音機に初めて録音された歌もこのメリーさんの羊だったとされているくま。メリーさんといえば、あ、電話くま、もしもし、あたしメリーさん、あなたの家の前にいるの。ガチャ。あれ、誰もいないぞ。あ、もしもし、あたしメリーさん、あなたの後ろにいるの。クマ子の後ろ？わー、ふわふわのメリーさん、クマ、ようこそおいでくださいました。もふ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 。みんなのお家にもメリーさんが来たら入れてあげてね。